神谷浩士じゃないですかね <laughs> 物語シリーズの魅力は神谷博士本日は後ろに金屏風をご用意しておりますまさか神谷さんと二人で金屏風の前に立つとはちょっと恥ずかしいですね <laughs> <laughs> めでたいめでたいいやもう単純に嬉しかったですよ 鉄拳線、熱血線、冷徹線で、ね、3本こう見られるというのも非常に贅沢なんですけれどももう一回この作品を楽しめると、えー、いうものにしてくれるというのは本当に嬉しかったですねあの時間が経ったことによってやっぱり一度ご覧になった方の中にも改めて見直す良いブランクになったのかなと思いますし新しい方もここから入ってこれるようになったなんか新しい気持ちでご覧いただけるいい機会かなと思いました。 私たちの職業っていうのは収録なので何度でも撮り直せるでしょうって思っている方も多いと思うんですけれどもやってる時は何度もやるつもりじゃなくてやっぱ生放送と同じ緊張感でやっていてどうしても駄目だったところだけ撮り直すっていう形なので「傷物語」の収録ももう本当に生放送と同じような気持ちでもともと撮っていたんですよね。それをああ大変だなっってずっと 神谷さんにねえねえこれ迎えるのやだ大変大変ってずっとブーブー言ってたっていう記憶があります。いや羽川可愛くないっていうなんか「傷物語」ってよしキスショット見せ場いっぱいあるぞって思ったけどこれ羽川の話じゃないっていうので嫉妬したっていうのもゆいちゃんのそのやっぱりなんて言うんでしょう完成された羽川としてそこに存在してる感じが。 もう結構近くで見て圧倒されたりしましたねはい。あの宝珠さん、はい、ああって言った人はね、えーまああってどういうこと宝珠さん出てくるんですよ、はい、で一緒にアフレコしたんですだからの一人一人と戦わなきゃいけないんでそれぞれに対してもう真剣に向き合ってめちゃくちゃ戦ったんですけど宝珠、まあ、さん終わった後に握手して帰ってきましたえどういうことですか分かんないだからうまくいったなっていうなのかしらねなんかやり切った感じで お疲れって言ってかっこいいっすねそう初めてだよ王中さんダンスさたのさんの渾身の,渾身の芝居が見れますよ <laughs>、はい、一言でまとめると青春怪小説の原点であり古典になる作品なんじゃないかなと思いますでは坂本さん <laughs> そんないいこと言われた後に何を言えば <laughs> いやでも私やっぱり物語シリーズと神谷さんの「 存在はもう一心同体なんですよ。だから、この神谷浩史じゃないですかね。物語シリーズの魅力は神谷浩史。そう、そ,そうですね、はい。この人がいなければ。もうはもう前にいるマスコミの連中が、もうものすごいそれ。<laughs> <laughs> 見出し、見出し、ね。見出しになっちゃうやつだ。これ、もう本当にやめてほしい。<laughs> 公開を待ち望んでくださっていた皆さん、ありがとうございます。そして、ここから見てみようかなっていう皆さんにも、お会いできる機会があれば、本当に嬉しいなと思います。 これだけ多くの方に長年愛される作品に私も携わることができて本当に幸運だなと思います。これからもまあキスショットシノブを演じる機会があれば一つ一つ大事にやっていきたいと思いますのでこれからもよろしくお願いします。え見終わった後に何か多分自分の心が動かされるんだと思うんです。で日常の生活を送っているだけではきっと動かされない動かせ方をこうなんか心がされるんだと思うんですよ。それがなんか人間にとって栄養になる気がするのでそれが楽しい方向なのか悔しい方向なのか悲しい方向なのか多分いろんな方 形で、えー、ときっと心が動かされると思いますんで、さっきも言いましたけど何回でも劇場に足を運んでくれると嬉しいです、えー。ゆっくり楽しんでやってください。本日はありがとうございました。